服に100万円使ってみた。よしということで、服に100万円を使おうという気です。ちょっと今の使わんといてね。なりきんチャンネル、急になりきん集するやん。ということで、表参道に来てみんなで買い物をしたんだけど、今日はその支払いに来たから買った服を紹介していこうかなと思います。なんかかっこいい服着てんね。この二人はもうね、服ゲットしてんよ。僕だけまだゲットしてなくて、お金を払いに行くわ。彼は3つ買って、これがまず第一の。え、中に着てるやつはそれついてんの？そのネクタイみたいなやつ。スカーフついてんだ。そんなんだったんだ。かっこよ。死んじゃったか。それデニムオンデム、デニムになってるけど、それはやっぱスタイル。それスタイルか。あー、なるほどね。いけてるわ。デニデニスタイル。これスタンダード的なやつ。渋い。渋い。ペコペコよ。じゃあペコーラなら行こうや。うん、ペコーラよ俺。待って、一人ペコーラない。めっちゃペコーラ。ペコーラってなんだよ。知らんよ普通に。知らんの？知らんけど。お前知らないのかよ。ペコーラ知らないはさすがに陰キャだぜ。書いてなくない？陽キャは全員知ってる。あの三原はね、下目なんよ。で、向かってんのはしびれヌードルズ。え、もしかして辛い？辛い。え、辛い食べない。いや、一つだけだけど。しびれるだけだよ。刑事ごめんよ。刑事ごめん。さすがに弱すぎるぞ、これは。かわいそう。ごめんな、白米と一緒に食べてな。ごめんな。いただきます。マジでうまいんだよね、この麻婆麺。大好きでさ、いただきます。いや、もう今、浸ってるから。不思議。麻婆って奥深いわ。お子さんがヒルさんに来たら絶対にここで食べるべき。早く食え。辛い。めっちゃうまいっす。食べ終わった。辛くて苦しいんだ。苦しそうな二人。俺ら苦しいんだもんな。でもな、辛さは香り出してないのが辛い。いやいや、だから辛いふりすんだって。そんな辛くねえな。顔に出ちゃうとさ、女の子とデート行った時さ、辛いのはバレちゃうから。でもそれがモテんじゃないの。歯にパクチーついてる。まあそういうとこお茶目じゃねえか。全然お茶目じゃねえか。今の違う。そこは汚ねえ。マイナス。ドマイナスだから。結構ズバズバ言うな。寂しいから。ちゃんと自分に甘く他人に厳しく。そのセットアップさ、マジでかっこいいの。一生嫌いで。刑事のセットアップがさ、今回で結構マジで羨ましい。かっこいいな。これめっちゃ羨ましいんだよね。これとあとパンツだ。あいつかっこいいな。履いてるんじゃないよ。え、履いてんのかと思った。ここでこうなってて、紐もついてるってやつ。あと靴がなんか一枚一枚動くみたいな。履いてったら立体的になりますって言われた靴が。ね、そう、三原康ヒーロー。あ、いや、これサムネにしないで。個人写真としてちょうだい。どうや。いや。俺入るよ。バイバーイ。いろいろ買ってやったぜ。何点買ったんですか？8点らしいな。やば。見てこの規格外の大きさ。はい。ということで、お家に帰ってきました。わーい、帰ってきました。クソデカ袋でめちゃめちゃ大量に買ったので、これをちょっと開けていこうと思うんですけど、僕ら3人はね、あの三原の、23SS でね、2人とも服を買ってるので、先にちょっとそれをね、改めてサクッと紹介しようと思います。大盛りズチョイス。僕はこのデニム生地のね、あの割と薄くテロテロっとしたロング丈のコートみたいなアウターを買ったんですけど、まあ、今回のこのショーのテーマがスーパーフィシャルユーっていうことで、偽るとか表面にさらに表面を重ねていくみたいな感じのコンセプト、もうすっごい好きで。で、なんかこう、まあ、ちょっとオーバーサイズのね、ロング丈の居心地いいなと思って買いました。このフェイクのスカーフ、ネクタイ可愛いね。これついてんよね、このデニムに。めっちゃ好きっす。ね、質感もかっこいいし、重くなくて似合ってるよな。うん、お前かっこいいよ。もう使っちゃったね。続いてはこちら。これもかっこいいよね。これはね、系統が全く違うよね。
なんつうの、パンク適切な表現わかんないけど、ちょっとゴリゴリ系のデニムだよ。ここもまた襟が特徴的なんだけど、ここのデニムの生地にドッキングされる形でちょっと重めの布、そう、の生地がくっついて後ろからで引っかかられてるみたいな、こう伝わるのかな、ね、三原はさ、僕ちっちゃい頃から結構三原着てるんだけど、よくやってるよね。めっちゃ三原っぽいし、めっちゃかっこいいって思う。三原のダメージってめっちゃかっこよくない？こことかね、うん、僕はめっちゃ好きっすね。これ中のね、ボタンもあって、ボタン外すともうちょっとね、ブカッともっとでっかくなることもできるけど、まあ、俺はこの感じできるかな。かっけえわこれ、マジかっこいい、マジかっこいいよね。ええやん、やるやん。最後最後最後ね、もう一個ね、これはかっこいいよね。なんかローブみたいな感じ。そう、ローブ、そう、部屋のローブみたいな感じなんだけど、ね、これもドッキングというか、このうちのなんか、まあそうね、カラーシャツみたいなやつ、なんていうの、チェックのシャツみたいな素材、うん、俺は乏しいから言語が、うん、そうなんだよ、ファッション本当に知らないから。ファッション言語だ、好きなんだけど、うん、ごめんな、両松本みたいな、詳しくは。で、あれね、俺はここで街歩いてる時にこの子と手繋いで歩いてます。ボイス以上です。全部マジかっこいい。グッドチョイス。30万弱買わせていただきました。ありがとうございました。やつ買っちゃった。僕ら家庭教師やつね。やっぱ人の将来切り開いて買う服ってのはさ、かっけえよな。気持ちいい、気持ちいい。ゲスト、刑事、外部講師、うん、外部講師、まあ、刑事今回買ったのはあれだよね、セットアップと靴、うん、うわ、もう、うん、そうだ、めっちゃかっこいいよね、このセットアップ。刑事クソ似合ってるよ、この服。本当に似合ってる。成人式で着ようと思ってたんですけどね。ね、ギリ間に合わなかったよね。ちょっとストライプ入ってるね。後ろとか見るとさ、ちょっとだけストライプ入ってんだね。そうそう、こういいな。ステッチ入ってるしな。かっこいいな。まあ、でもパンツがめっちゃお気に入りなんだよな、これ。いや、パンツこれめっちゃかっこいいな、このスウェット中に入ってるやつね。これもドッキングだから、1枚履きで2枚履きみたいな。裾の方がなびく感じが。シルエットがマジでかっこいいよね。普段の髪型にもね、合ってるよ。20万弱ぐらい、20万弱かな、あの靴と合わせて、うん、ポケットがこれ斜めなんだね、この胸ポケット。本当だ、珍しいな、羨ましい。めちゃくちゃかっこいい。ありがとうございます。グッドバイ、グッドバイス。三原のこの最近のタグめっちゃかっこよくね。いいね、俺これ読み取ったけどね、ホームページ飛んだよ。読み取れんだ。これ早稲田実業だったらお前取り忘れてるぞって引っ張られるんだけど、高校の時だったら引っ張られるとか。引っ張られるよな。そういうことだよね。何をこんなに買ったんだと思う。8点も買うかね。いくら使ったの。40万円。本当やったな。やっちゃったよね。今年の夏にそんなかけてんのかお前は。なんかもう衝動買いしちゃった。生徒の笑顔がよぎるわ。じゃあまずこの袋から開けていくわ。開ける瞬間マジドキドキする。デニム、おお、え、セットアップ、え、何事、何、え、めちゃめちゃスカート出てきたんだよ。すっごっ。でも僕緑のさパンツ買ってるじゃん。ちょっとこれ、この謎のこれ、ちょっとこれちょっと待って、え、これも僕知らないわ。え、やっぱり訳わかんないって。かっこいいけどね。いや、かっこいいけど、だってピッチピチだよ。あ、忘れてた、あともう一個購入品、メガネ、これ買った、この間なんか一昨日ぐらい衝動買いしちゃったんよ。かっこよくない？このメガネ、サンローランのメガネなんだけど、めっちゃかっこいい。ここにサンローランのこれ入ってんすよ、こういうこれ、ね、めっちゃかっこいい。で、はい、これも4万円ぐらいです。え、商品確認はしなかったな。しなかった、決まってるってことか。これさ、取り間違える説ない？だから、ランマルみたいに、うん、あ、取り置きしてたとかってこと、うん、まあ説はある。1個目に出したやつが悲惨すぎて、こんなサイズ感のもの買うわけないやん。1個目に買って出てきたもの、これスカウトでね。これとこれでしょ。いや、前衛的だなって思うな。スギちゃん、心雑誌かなって思う。今年のテーマは楽に行くだったんよ。スタイルじゃなかったんよ。1個目に出てきたの、これ。これ誰が着れんのこれ。いや、細身の女性じゃない。何なのこれ。なんか何もうまくいかないよね。はい、ということで、後日取り返してきてください。悲しい。
ゆのき帝国のチャオ日本人おもりです。ゆのき帝国のゆのきです。ということでね、日を改めて、まあ、数日、いや1週間以上経ちましたね。再び集まり、買ってきたんですか。そうなんよ、買ってきたんよね。でねーん、井原康弘さん、かっこいいね。結局、この間スカウト出てきたよ。結局、この間、普通に自分のあったのはこちら、まずトップス。これかわいいよね。これどう、かわいいよね。普通に僕はめっちゃ気に入ってます。中に白いのが入ってるよ、みたいな感じのデザインだよね。カーディガンです。めっちゃカーディガン好きなんよね。かっこいいな。かっこいいよ、なんか、入って携帯入ってちょっとこれ出ちゃったけど、こういうシルエット好きなんだよ。で続いてなんですけど、パンツ、これも三原です。かわいいね。これはね、かわいいね。めっちゃ嬉しい。こういう楽なスウェット大好きなんだよね、最近。ニコちゃんが書いてあってね、あのチョコレートのマークみたいなやつが書いてあるんだよ。パンツこんな感じ、裏が書いてあるんですよ、お尻のところに。あー、スーパーフィシャルユーだ。で、ところどころダメージとかも入ってんだよね、この足の裾のとことかね。で、三原のこのタグね、最近の。で、今年の三原あれだよね、このパンツはチャンピオンのオマージュというか、パロディというかしてて、このチャンピオンみたいなマークがあるんだけど、したら三原のね、このタグがついてるっていう。このパンツね、マジで楽。でっかいんだけど、これでっかいけど、なんか可愛く履けるんだよね。なんかすごいと思う。おいくらだったんですか、こちらは。6万ぐらい。ってことで、この定規がこの間買ったやつで、あったやつ。まあいろいろあって、返品してきて代わりに別の商品を買ってきたんで、ちょそれをね、見せたいと思う。アウターだね、買ったのどっちも。俺も初めて見るからだよね。第1弾がこれ。かっこいいな、かっこよくね。うん、ロンギアからやってデオモのハウル。レベルアップ。これね、めっちゃ普通のトップス。まあこれから春にめっちゃ着れるなと思って買ったんで、ちょっと今着ようと思います。こういう感じ。腕長いね。腕めっちゃ長い。これもともとめっちゃ長い作りらしい。でサイズちょっと大きいの買ったんだけど、中にちょっとインナーで T シャツとか着て、春先こうやって開けてもいいし、よいしょ、こうね締めて着てもかっこいいじゃん。うん、シンプルなものにこそやっぱりいいものがいいなっていうあれで買いました。3万ちょいぐらい、3、4万ぐらい。 B ボーイみたいなね。確かに。そう思わない、そっち系だね、うん、確かに。そっち系だよな。こういう感じで、これが1着ね。かなりね、いい買い物したと思ってる。値段に合ってるし。なんかでもさ、山下くんが着てる服もかっこよくない。え、購入者がしちゃう。俺ちょっと待って、それ購入品。あれあれ、この間スタッフの服、お客さんも似合いです。これいいっすね。こちら、すごく素敵ですよね。これ誰ですか。これ私なんですよ、実は。結構いいんですよ、ね、どうですか、着心地。これ生地もすごく良くて、腕の長さ、このシルエット、シルエットね、こだわりました。完璧なんですよ、ね、街とかもね、ちょっとずつ何センチとか調節してサンプル作り直して一生懸命作ったものなんですよ。お値段いくらなんですか。これお値段安いんですよ。普通スウェットのセッター、しかも3つ1万円超えますよ。これパンツは3800円、トップス、これパーカーなんで4700円。しかもですね、ユノキのあり余る、ありとなる骨を使ってですね、かなりいいところで作っていただいております。この刺繍のね、このユノキデザインもね、視聴者の子に、デザインやってる子にデザインしてもらったんですよ。こちらは山下くんの、ね、今月購入品っていう。これ皆さんもね、概要欄のリンクからお求めいただけるっていうのをね、オンラインで売ってますので、ぜひ買ってください。パジャマとか以上のおすすめ。スウェットもありますんでね。イエイイエイ。ということで、最後のね、購入品に移っていこうと思います。レパートリーがね、やっぱ難しいよね。こちら、うわ、かっこいい。これかっこいいよね。これかっこいいんだよね。うわ、これかっこいいな。こういうさ、またちょっと春に楽に着れるパーカー欲しかったよね。うわー、見てこれ。これかっこいいよね。そう、僕さ、一番好きなのがさ、このチャッ
ックがついてるのが一番好きなんだよね。この首が詰まってないやつで、詰まってるやつもあったのね、ちょっと違うデザインで。で、詰まってるやつはこの二重に切られてるみたいな感じで、後ろにシャツがくっついてるやつだったの。こっちの方がシンプルで、何も後ろにくっついてなくて、この末端部分だね、この下とこの縫い目のところにこのチェックのシャツがついてるっていう。で、ここタグついてるっていうので、こうまあインナーにちょっと着てますよみたいな感じのデザインだね、いやこれかっこいいね。これかっこいいよね。フードもボロボロなんだけどさ、チャックだよな、チャックなんだよな、これ銀のちょっとごついさ、チャックめっちゃかっこいいよね。剥がす瞬間見せてあげる。 ASMR 剥がします。ぬちゃこの素材もかっこいいね。汚れもいっぱいんだよね、この辺の、ね、汚れデザイン、こことか。柳さんよく物こぼしますから、うん、僕これこぼしたもデザインだと思われるわ。で、同じくあれだね、このチャンピオンオマージュのこの胸のね、いや、ポケットがその形なのいいな、前にこう、わかる、前にこれじゃなくてね、なんか正面でやるとさ、ちょっとやっぱりなんかロックじゃない、ポッケ突っ込んでやってんだぜって感じが、もうなんか今までになかったスタイルだね。ないよね君。僕、パーカーって絶対着なかったからさ、ちょっと21歳だからね、楽に可愛くいこうかなと。このユノキパーカーと比べたのはやっぱ遜色ない。でもそれ、三原さんに失礼。あの、三原さんの横に並べても、ギリ耐える。そうだな、耐えるだね。耐えるいいんですかそれで。だって値段違いますから、10倍以上10倍以上する。しかも こちらはまだパリコレとか出てますから、ね、まだあの、ユノキはまだパリコレには出てないです。生地感10倍の差はないよ。ないね。いや、それはあるって言っといた方がいい。うん、いや、あるな。いや、普通に見たらあるわ。全然かっこよかった、こっちの方が。だから、あの、まあ、5万とか6万とか予算がある方は、三原康弘のパーカーをお求めいただいて。はい、それぐらいお金ある方は、ユノキパーカーも買っていただいて。そうだね。で、5万6万ない方も、ユノキパーカー。つまり、全員買うってこと。そういうこと。つまり、全員買うよ。どういうこと？どうすればいい？はい、ということで、以上3月の、購入品でした。いっぱいお金を使いました。後悔はない。嬉しかった。今日ないんだけど、あの、Tシャツ買いました。まあ、いずれ写真ででも、あの、差し込んできます。やばいやん。ぜひ皆さん、参考になったら幸いです。バイバーイ。アリベルチ。だとしたらもう超お前だ。うわ、モデルさん？モデルさんや。あ、横向いた方がいいな。もっと横向きや。顔と体の角度って変えるとかっこいいんや。逆向きに変えてほしい。体正面、あ、そう！いいことねえな。見たくねえわ。